今回の動きについてはですね、これがまあ政治的な動きに絡んでいるということも大きな問題点だと思います。バッシングの中心になっている世耕議員、片山議員、いずれも自民党の生活保護問題に関するプロジェクトチームのメンバーでいらっしゃいます。で、自民党は今年4月にですね、生活保護制度に対する政策ということで5つですかねの政策を出されています。その中で生活保護水準、給付水準の 10% 切り下げであるとかですね、医療機関を限定するであるとかですね、食費とか、被覆費、住宅費などをですね、現物支給化する、つまりお金ではなくて、弁当を出すとか、そういったような、方向ですね、そういった、あるいはその保護機関の有機化といったようなですね、提言をなされている野田総理が、自民党議員の質問に対して、この5つの提案のうち、3.5 から4つぐらいは同意できるといったような動きになってきています。そして、あろうことか小宮山、厚労大臣がこの芸人さんの記者会見があったまさに同じ日ですね、5月25日に、生活保護についてですね、切り下げの方向を示すと、そして、扶養義務の強化ということを打ち出すというような事態にまで、陥っています。私たちから見るとこれは出来レースだったんじゃないかというふうにですね、思えるほど、マスメディアが騒いで自民党が取り上げて、そして政府がそれに乗っかっていくというですね、ちょっと本当に恐ろしい状況に、なりつつあります。で、今日ここに私が参加させていただいたのは、この間のその河本純一をめぐる報道があまりにも特にテレビで目に余るということで、その問題点をちゃんと放送倫理上も、真っ当な状態ではないんだよということをお伝えしたくて、ここに、来ました。で、簡単に私の、自己紹介をさせていただくと、私は北海道の札幌テレビというところにかつていて、で、87年に札幌母親餓死事件という生活保護をめぐる報道をやったのを端緒に、その後生活保護について例えばその警察官 OB を派遣している自治体を取材したりですとか、あるいは北九州における餓死を取材したりと、あるいはその生活保護ビジネスであるとか、生活保護受給家庭の子どもたち その教育支援であるとか、かなり広範に生活保護について取材をしてきたんですね。で、そういう立場で、今回の一連の報道を見てみますと、かなりその偏見というか誤解に基づく、これは取材者の側のですね、被害者の側のそういう誤解、あるいは不勉強な、そういうのが特にテレビに関して、かなりひどいなということがありまして、例えば、彼 その記者会見で生中継が行われました。で、そこでレポーターが恥ずかしくないですかというような質問をしたんですけれども、それはそのまま彼の回答も質問も垂れ流しされたわけですけれども、そのことというのは生活保護は恥ずかしいものであるというメッセージを国民に対して伝えたわけですよね。で、もしこれが差別的な発言を A さんと B さんとの間で行われたとしたら、それはその生放送でやっていたとしてもテレビ局が確実にスイッチしちゃいますよ。そんなこう差別発言をオンエアに載せるわけじゃない。ところが生活保護についてはそういうそのこれは差別的な発言なんだという意識を制作者の側も全然持っていなかったということが大きな問題であろうと思うんですね。で、もう一つはその不正受給の実態、今朝もどっかの民放がやっていましたけれども、不正受給の実態という VTR が出てきて、見出しがずっとスーパーが流れているんですが、出てきたのはその裏マニュアルというのがあるぞということと、なんかパチンコ屋に行ってる人がいるぞということで、これは専門の方々に聞けばお分かりのように、決して不正受給そのものでは全くないわけですよね。にもかかわらず不正受給の実態が何かということを語られないで、不正受給というスーパーだけで生活保護不正受給を呆れた実態と、そうなるとどうなるかというと、生活保護イコール不正受給だという非常にネガティブなイメージの、その報道だけが一人歩きして、結果的に皆さんがおっしゃっているように、本当に必要な人、あるいは現に受けている方が非常に肩身の狭い
思いを、せざるを得ない、結果的にはその生活保護が届かないとですね、本当にこの前の北海道とかいろんなところで起きたように孤立死とか餓死とかそういったものが起きかねないという状況にあるのではないかと思います。例えばワイドショーが30分40分ずっと延々スタジオトークも含めるとやってる。でこれまで生活保護というテーマでやってきたことはなかったわけです。でそれだけの時間を使うのであればちゃんと取材してちゃんと放送していただきたいと思います。で残念なことにこの場に、大手のテレビ局の、まあ、記者はいらっしゃるのかもしれませんけれども、まあ、カメラはないのでやっぱりこのあたりこのこと自体が今のテレビ報道の現状をね象徴してるんじゃないかなというふうに、私は残念でなります。以上です。例えば大阪で医師の会がその発達障害というのは、まあ家庭で治せるんだっていうですね、家庭で予防できるんだっていうのは、まあ、ちょっと非常にとんでも的な条例案を出して撤回したということが、ありました。私はこれらは一連の動きだなというふうに見ていて、一言で言うと新型の自己責任論、まあ、日本型自己責任論とでも言うべきものが今出てきてるんじゃないかなというふうに思ってます。私たちはこの間ですね、ずっとですね、長年、まあ、貧困は自己責任ではないと、社会で解決すべき問題であるということをずっと訴えてきて、ある程度、まあ、そのメッセージというのは、伝わって広がってきただろうというふうに思っています。さすがに貧困状態にある方について自分一人の努力で頑張りなさいと、頑張ればなんとかなるぞっていうふうに言う人は、まあ、今でもいますけれども、少なくなってきただろうというふうに思います。ただその代わりといっちゃなんですけれども、家族で支え合いなさいという、今言説があちこちでまあ出てきているというのが、まあ、今の状況なんじゃないかなというふうに思ってます。今でさえやっぱりこの自分の中で恥を持っているというふうな人がいるわけですよね。さらにこの扶養の照会の義務を強くするということになったらば、自分が申請したことによって親兄弟まで迷惑をかけてしまうんじゃないかとかいうようなことで今でさえ躊躇する人がいる中で、さらに一層躊躇するというような人がこれ出てきかねないと思います。ですから私も法律家の立場で何人かこういった生活困窮の方に援助してますけれども、やっぱり親兄弟に知られたくないという方はいます。今でさえで、さらに一層こういった援助が困難な証明義務を課すというようなことがもしなされれば、まあ、例えばどういうことを指してこの小宮山大臣が言ってるか分かりませんけれども、親のそれこそ貯金通帳まで見せろですとか、あるいは資産がどれだけあるのかとかっていうことで不動産持ってるかどうか調べるぞとかね、もしそんなことまでされるということになったらば、おそらく多くの人はですね、そこまで親にされちゃう、あるいは兄弟にされちゃうということであれば、自分が申請するのは非常にまずいことじゃないかということで、やっぱり申請をためらう動機というのになると思います。先ほど、まあ、稲葉さんの発言でありましたけど、現時点での扶養照会の段階でもその扶養照会があるから生活保護の申請をしたくないという方がいる中で、さらに一層そういったことを強化するということになれば、まさにここに書いてあるように下手すれば餓死者を生んでしまうようなことにもなりかねないんじゃないかということさえ懸念されます。